未来、それはこのノートのように白紙だ。未来をどう描くかは僕たちにかかっている。ドラえもん、のび太と未来ノート。なんだこの部屋は。これ全部ドラえもんの道具じゃないの。ドラえもんったらこんなに散らかしてどこ行ったんだ。これじゃあ宿題のグループ研究ができないわ。本当困ったわね。本当みんなで片付けましょう。本当え、本当しょうがないな、ドラえもんのやつ。帰ったら覚えてろ。やれやれ。あ、これドラえもんの道具？ただの虫眼鏡みたいだけど。片付け完了。それじゃあまたね。ただいま。おかえりドラえもん。いや、みんな来てたの。おわ、みんな来てたのじゃないんだよ、もう。あんなに散らかしといて。あれを見てみて。え、ごめんなさい。もう本当に俺なんか自分の部屋もろくに片付けたことないのにさ。すみません。どうしてあんなに散らかしてたの。四次元ポケットのメンテナンス中だったんだけど、途中で窓から見えたみーちゃんにフラフラっとついていっちゃったっていうわけだろ。ピンポーン、あはは、大当たりだって。ああ、ところでみんな、今日は何で集まってるの。宿題だよ。グループ研究なんだ。21世紀の私たちの暮らしっていうテーマをみんなでまとめてたのよ。そうだったの。うん？うわぁ！なんだよ、いきなり。やっぱり。なんで人のノートを勝手に使うんだ。そのノート、ドラえもんのだったの？散らかってたから紛れちゃったんじゃない。このノートは未来ノートといって、書いたことが将来全てその通りになってしまう大変なノートなんだ。本当？ドラちゃん、それなら大丈夫よ。だってとっても明るい未来をみんなで考えて書いたのよ。とっても明るい未来？どれどれ。私の考えた21世紀は人間同士の争いのない世界よ。毎日みんな仲良くお風呂に入ってのんびり平和に暮らすの。なかなかいいじゃない。俺の考えた21世紀もすげえぞ。一日中自分の好きなことをしていいんだぞ。遊んだり食べたりする自由な施設がたくさんあんだ。それはすごいけど、そうなったら誰も働かなくなっちゃうよ。それなら僕に任せてよ。人間は働かなくていいんだ。何でもロボットがやってくれるからね。どう？快適な未来でしょう。どうぞ。なるほど。でもこれだと相当の電力がいるね。でしょ？僕なんかちゃんとそういうことも考えてるんだ。石油とか資源を全部タダにしちゃうんだ。そうすればいくらでも電気が作れるから、すごく便利なハイテク都市ができるはず。確かにそうだけど。心配性だな、ドラえもんは。そんなに気になるならこれからみんなで未来まで行ってみてこようよ。賛成。そうだね、行ってみようか。ワクワクするわ。早く見たい。おお、素晴らしきかな、俺様の未来。どこなのここ。
心配なかっただろう。あれ、どうしたの。ほら、あの太陽よく見て。なんか作り物みたい。そんなバカな。あ、これは人工太陽だ。この空も作り物だぞ。見て見て、扉があるよ。だにしたから少なくなって取り合いになってるんだ。そんな人間同士の争いはないはずよ。何でもロボットがやってくれる世界だから、戦争までロボット任せにしてるんだよ。なんか空気もすごく汚れてる。大量のエネルギーを必要とするハイテク都市を作るには自然環境を犠牲にするしかなかったんだ。このドームの中だけが君たちの理想の未来ってことさ。これが君たちが描いた21世紀なんだよ。どうしよう、ドラえもん。21世紀が変わったことで僕の生まれた22世紀にも影響が出てるかもしれないんだ。とにかくすぐに戻って未来の音を何とかしなくちゃ。行きちまったな。タイムマシンもどっか行っちゃったし、僕たちどうなっちゃうの。未来が変わったせいでドラえもんまでエネルギー不足になるなんて。四次元ポケットの中に入ってたのはビッグライトだけだし。スネ夫、だいたいお前がロボットが何でもやってくれる未来なんてのを考えたりするからだぞ。違うよ。のび太が石油資源をタダにするって書いたから。のび太、ダイアンだってさ、毎日好きなことだけやっていればいいなんて書いたじゃないか。何を。やめて。喧嘩してる場合じゃないでしょ。ドラちゃんを助けてあげなくちゃ。そうしなきゃ私たちだって永久に帰れないのよ。でもドラえもんのエネルギーになりそうなものなんてこんな時代にあんのかな。そうだわ、温泉。温泉。どの時代でも必ずある温泉よ。あ、なんか出てきたぞ。車とかにもついてる燃料系じゃないの。本当に温泉なんかがエネルギーになるのかな。あ、ほら見て、メモリが上がってきたわ。温泉の力を吸収してるってこと。多分地熱エネルギーを電力に変えてるんじゃないかしら。やった、これでドラえもん復活だ。
この花たちが将来石油に変わるのね。もうね。こんなこともあろうかとスネオ様がこっそりドラえもんの道具を持ってきていたのです。それ僕の虫眼鏡だよ。何考えてんだよスネオ。やけどみたいな。ドラちゃん、くせえな。のび太、ビッグライトで俺を大きくしろ。早くしろ。いいかみんな、俺はこいつを食い止めてる間にドラえもんを連れて逃げろ。ヤッピー、どうしたの。あれあれあれ、